ベネッセ。おー、いつからだろう。勉強しなさいっていう回数が減ったのは。赤ペン返ってきた。どうだった？褒められた。すごいじゃん。君が子供でいる時間って意外と短いのかも。学ぶ力があふれ出す赤ペン先生の真剣ゼミ小学講座。